教育系 YouTuber の生みの親、武田塾チャンネルを作った人ですね。僕、武田塾の生徒。第何期生だ。1期生。の英語の先生が返したという。おお。カフェで働いてるみたいな。カフェで。ラテアートとか。ラテアート。ということで始まりました、もちちゃんね。さあ、今回ですね、スペシャルゲストとして、教育系 YouTuber の生みの親、慶応大仏においでいただきました。はい。どうも、慶応大仏です。はい。って言って、誰って思ってる人もね、多いと思うんですけど、武田塾チャンネルを作った人ですね。武田塾チャンネルの一番最初の動画を見ていただくと、ちょっとわかるかなと思います。はい。最初の動画は、慶応大仏の動画ですから、なんと、13年前。そうですよね。13年前の8月10日でした。もう完全に教育系 YouTuber の最初です。だってバイリンガールでも10年前とかですもんね。うん、初英語でも10年前とかですから、ハイチさんとかでも9年前とかそれぐらいになると思うんで、いやもう全然レベルが違う。13年前からやってるってことなんですけど、はい、そもそもなんで初めて、なんで慶応大仏なんだっていうね。一体何者なんですか？はい、わかりました。じゃあちょっとそこからですけどね、慶応大仏と名乗らせていただいておりまして、うん、それはなぜかというと、武田塾で慶応大学に受かったからと。お、ただそれだけのことなんですね。うんうんうん、で、まあおかげさまでですね、慶応大学に受からせていただきまして、でその後ちょっと武田塾で PR 活動をしていこうとなった時に、当時は誰もやってなかったんですけれども、動画で宣伝していこうというところでですね、でまあ受験生のためになるような動画を作っていきたいというところで生まれたのが、うん、あの1回目の13年前の動画になりますね。うんうん、じゃあその前に武田塾に入ってたわけですね。はい、そうなんです。元武田塾の生徒でございます。うん、おお、第何期生かな。1期生ですね。1期生、はい、ということで武田塾の最初の生徒ですね。一番最初の、はい、生徒でした。はい、じゃあいわゆる塾長が直にやってたとですね。そうなんです。だから僕の英語の先生は林社長ですね。おお。林社長が英語の先生だったという。はい。そして今僕は英語を教えてるってことですね。おお、はい。そんな感じになったんですね。はい。一期生で慶応に受かったわけですね。あ、おかげさまで。すごい。ネット上で見たわけですね、じゃあ武田塾のこと。そうですね。はい。もう当時からいろいろ話題にはなっておりましたね。なるほど。それで見て、うん、やっぱ動画で宣伝した方がいいよっていう。そうですね。それこそ当時は誰もやってなかったんで、うんうんうん、ちょっとヒットするかなと思ったんですが、うんうん、そもそも動画見てる人も全然いなかったんで、はいはい、まあ再生回数とかなかなか、5000とか行くだけでも、すげえみたいな感じでした。YouTube にしたきっかけは何ですか？もともと他の媒体とかもやってたわけですもんね。あ、そうですね。もともとは、ミクシー、はいはいはい、知ってますか？はい、もちろん知ってます、はい、昔の。そう、オレンジ色の。若い人たちは知らないんじゃないですかね。うん、あれやってたわけですね。うん。そこで動画なんかを上げたんですけども、うんうん、なんか YouTube っていうのができたと。まあできたというか、それを知って、それで YouTube にも上げていくっていう。13年前、2008年。ビフォー動画しか上がってなかったような時代ですね。YouTuber っていう言葉もなかったんじゃないですかね。全然ないですね。はい、とりあえず YouTube ってできたからやってみようってなって。ね、そうですね。それでなんかこうお面をかぶってやっておりましたね。なぜお面をかぶって慶応生だったってことですね、その時。あ、そうです。その時は、はい、学生でしたね。うん、慶応の何学部？僕は文学部。同じなんですね。あ、そうなんですか。そうです。あ、そうなんですね。慶応文学部、英米文学です。専攻。あ、なるほど、はい。そうだったんですか。僕は教育学部。あ、教育学部だったんです。教育でした、はい。意外と同じ学部でもあったっていう。そうなんですね。なるほど、なるほど。って言って、まあ、ここまでお会いするの2回目です。そうです。まあ、第1回の助手の女性は一体誰なんですか？あれはですね、同じ慶応大学の文学部の、はい。はい、当時の友達。あ、そうだったんですね。友情出演していただいて。へぇ、面白かったです。続きはウェブで、いやいや、YouTube もウェブだからと思いながら、詳しくはウェブでみたいに出てたけど、いやいやいや。当時は僕はおまけ的な感じで、はいはいはい、あの子がいるから、やっぱみんな見てくれてたんですね。あ、そうだったんですね。こんな感じですか、はい。なんか塾長も出るようになったじゃないですか。あ、そうですね。あれは何かあったんですか？塾長はもともとやってたんですよ。はいはいはい。でもなんかちょっと面白いんで、一緒に出てみようか、ぐらいの感じで。はいはいはい。はい、もう企画次第で。決めてたって感じですね。いうことなんですね。はい、レジェンドじゃない、本物の。いやいやいや、そんな
レジェンドほど噂になってなかったです当時は。それで、はい、今やすごいチャンネルに育ってますけど。そうですね、いやなんかそれがすごく嬉しくてですね、うん、でまた僕の動画が消えずに残ってるっていうところもまた面白いなと思います。ずっと残ってて、はい、すごい画質も低くサイズも全然違うっていうあの、うん、ハンディカメラを買ってやってましたね。そうズームとかやってたんで、あ、撮ってる人もいるんだっていうのが。ああそうですね。いや当時の武田塾ってどんなんだったんですか。一期生って、はい、どんな状況なのか。そもそも今校舎何店舗ぐらいあるんですか。400個超えてます。今は1しかなかったよ。そうですね。教室とかどうなってたんですか。机とか椅子とか。普通のパイプ椅子とかでやってます、うん、なるほどなるほど、はい、それコーチングスタイルだったんですか。1対1とか1対2ぐらいで、はいはいはい、本当にやってる感じで。個別指導塾。あ、特訓、その頃から特訓っていう単語あったんですね。はい、いや、なかったです。なかったんかい。僕が、はい、生徒の時は特訓って呼んでなかったですからね。うん、そうだったんです。え、第1期って何人ぐらい。第1期は、また難しいですけど、最初は本当に、なんか3、4人とか、4、5人とかそれぐらいでスタートして、1年目で多くても10人ぐらいだったんじゃないですかね。ちょっとすみません、そこは正確には覚えてないです、うんうん。それで、でも始めた時高3、浪人。浪人の時か。浪人の時か。はい、一浪してんですけど、うんうん、はい。一浪した時に武田塾で1年間、うんうんうん。なんか大手予備校には行かずに、うんうんうん、そっち行っちゃいましたね。え、山美さんは何期生の。ヤマビはですね、何期なんだろう。次ぐらいじゃないですか、でも僕の、うん。じゃあ指導する側にいたんですか、ヤマビさんいた時。あ、そうです。ヤマビは生徒でしたね。へぇ、はい。それでね、一石さんとかもその後ね、来たりして。おぉ、一石くん。はい。うん、あのもう全然知らなくて最近お会いしました、はい、歴史を感じますね。もう今の武田塾のメンバー知らない人もたくさん増えて。そうそうね、だからもう武田塾の当時のね山木さんは残っていて、まあ、あの当然中森さんもいますし。ああいますかね、はい、そしてなんといってもその伊関さんがね武田塾イングリッシュの社長になってますからね、 CEO になってますから。すごいです、ね、武田塾生が でも YouTube でやっぱ集客みたいなのできました。当時はですね、どれだけ効果があったのか正直僕はよく分かってなかったですね。確かに。それがなんかこう時を経てここまでになってると思うとちょっと感慨深いもので。でもそれって武田塾に残んなかったじゃないですか。はいはいはい。大学卒業後就職したんですか。普通に就職しました。あ、何系とか言っていいんですか。あ、全然全然、あのちょっと印刷系の。はいはいはい。会社でサラリーマンをやっておりましたね、うんうん、そこからどんな人生を歩んだんですか。大仏はそこからですね、まあ、数年ちょっと働いた後に海外に行こうかなと思いまして、うんうんうん、海外に3年ほどちょっと行って、そして戻ってきて今はまた英語を教えていると。3年どこ行ったんですか。3年いろんなところにちょっと行って、あ、いろんなところに行ったんですね。はい、フィリピンとオーストラリアと、はいはい、あとカナダ。お、はいはいはい、3カ国に3年かけて。そこで何やってたんですか。元々の目的は英語喋りたいなと、はいはいはい、で英語の勉強、うんうん、あとはやっぱり向こうで働きたいなと、はいはいはい、でカフェで働いてみたいなと。カフェで、はい、ちょっともともと思ってまして、はいはい、ラテンアートとか、うん、ラテンアートかっこいいなと、海外でラテンアート作れたらかっこいいなと思って、はいはい、とりあえず海外に行ってみた。すごいすごい理由。それだけ。すごい突き動かすモチベーションが。何度かですかね。自分でもよくわからない。独特。でも英語を喋れる人生と喋れない人生、うんうん、どっちがいいですか。お、うん。解いた時になんか喋れた方がかっこいいなと。すごい。それだけ。この大仏の顔から言われると説得力不思議。やっぱり。今国際社会ですから、うん、別になんか英語系のゼミに行ったとかは別にない。武田塾であの単語とか教わってただけです。教育学校だと大津先生とかね、有名な人当時はいたと思うんですけどね。え、知らない。大津ゼミに行きたかったら教育に行かなきゃいけないっていう、全然、はい、有名な言語学校の人なんですけど、はい、いやでもだってね、塾長も感謝してるってすごい言ってましたから。あ、本当ですか。動画始めるきっかけだったりとか、慶応に受かってくれた一期でっていうのがやっぱり、いやまあ本当13年ぶりぐらいに貢献できてるのであれば嬉しいことです。まあそれはそうですよ絶対。絵面が面白い。じゃあ英語系で、まあ今ね武田塾イングリッシュもできますし。そうですよね、まあ、オーナーだったらめっちゃ笑いますけどね。大仏がオーナーですから。
いやでも本当に最近流行りのコーチング系、はいはいはい、で今働いておりますので。あ、そうなんですね、うん、ちょっとね、同業他社じゃないですけど、あ、はいはい、なかなか面白い展開になってますね。そうですね、いや、はい、どうなっていくのかですけど、どうですか、塾長に。あ、武田塾長ですか。はい、あります。社長ですか。いや、もう本当に当時のですね、林社長の単語、そして熟語、文法、構文、あの知識は全て今の僕に集約されておりましてですね、おかげさまで今こうして生きておりますので、本当に感謝してる。あ、すごい。中森先生で何かありますか。中森先生ですか。中森先生はですね、まだいなかった。そう、僕が一期いないとの時はまだいらっしゃらなかったですね。一緒にも働いてて、でも中森先生は、まあ僕の本当に記憶によると、その当時のそれこそ2年目3年目ぐらいの武田塾は、うん、もう全部中森先生が支えてたっていう、はい、あの教務の方ですね。はいはい、今もそうですよ。あ、今も変わらず教務は中森先生が支えてた。素晴らしいです。最近お会いしてないんで、もしたどこかで会えれば。そうですね。え、山美先生、生徒の時は見てて。山美は直接は教えてなかったですね。直接は教えてない、ね、うん。なんか元気な子だなって思って。元気な子だなって思ってたんですね。じゃあもうそれ以下は全然知らないですもんね。高田先生だったりとかはもう。全くわからなくなっちゃいますね、それ以降は。じゃあ4年働いてたんですか。講師として2年くらいやりながら、はい、ちょこちょこ動画も撮ってて、はいはいはい、最後の方はなんかもう動画だけやってたような感じでした、ね。あ、そうだったんですね。はい、まあ、当時のね、武田塾チャンネルで見れますから、昔の動画。まだ残ってますからね。それ見てもらえれば。盛大な黒歴史が。デジタルタトゥーとはこういうものだ。そういうことですね。でも、顔隠れてるからタトゥーになってないですね。あ、そうですね。なんて羨ましい。いやいやいや。まあ、そういうすごいラテアートを、今でもやりたい。カフェとラテアートをやっぱり今、やりたいことは。今はですね、もうラテアートも、そこそこちょっと作れるようになりました。おいおいおい、はい、ちょっと落ち着いて今は平和に暮らしております。よし、まあ、じゃあこれからまた英語の世界で頑張って、うんうん、またちょっとね、はいはい、あの武田塾イングリッシュの方のチャンネル、はい、ああそうですね、出てもらえれば、はい、出させていただければと、はい、なんかこう英語について語っていければなと思います、はいはい、ぜひぜひそっちでもお待ちしておりますので、はい、ここから慶応大仏を入れていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。